中垣八幡太郎と申します。年齢は36歳で IT 企業のですね、開発をやってまして、営業部隊だったりとかマーケティングの責任者をやっております。36歳なんですけど、まだまだやっぱり36歳で髪がふさふさの人の方が圧倒的に多いので、そういう人たちにこう比べた時にですけど、薄毛ということはやっぱ悩みにはなってくるかなと思ってます。自分自身ももうだいぶ薄くなっちゃってるんで、ずっとスキンヘッドみたいな形で5年ぐらい過ごしてきたんですけど、薬とか使わないで物理的に描くっていう形なので、副作用とかそういうのも特に心配ないですし、それで自分自身のプライドとか自尊心が戻ってくるっていうのであればすごくいいなと思って、もし受けれるんだったら受けてみたいなと思って、気づいたら連絡したって感じですね。理由というところで言うと、他店舗にいろいろ展開されてるっていうところが、いろいろやっぱりたくさん実績が終わりなのかなっていうところですね。あとは症例写真とかもあったので、それを見て、イメージしやすかったっていうところありますね。 S&P に対して期待していることは、日常生活で鏡を見るっていうのはよくあると思うんですけど、鏡を見た時に、お、髪の毛あるように見えるなっていうところがやっぱり楽しみに期待してるっていうところですかね。でも自尊心だと思うんですよね。結局自尊心で自分がこう髪がある風に見えるっていうことで、自分のモチベだったりとか、そういう、自分自身の行動の活力になれればすごくいいなと、それってすごい素敵なことだなと思うので、そういうのを楽しみにしてますね。頭なんですけれども、ちょっとこうプツプツっと今出来物ができてるところもあるんですけれども、結構描いたりとかできやすかったりしますか？時期によるんですけど、多分乾燥してるからかなって気はしますけどね。一応ですね、今日施術終わってから頭はしばらく洗うことができないんですけれども、ご予定とか大丈夫ですか？3日間はもう在宅ワークにする予定なので大丈夫です。ありがとうございます、助かります。施術後なんですけれども、個人差はあるんですけれども、多少赤みが出ます。大体3日前後で落ち着いてきたりはするんですけれども、そちらの方もご予定は大丈夫ですか？はい、家にいるんで大丈夫です。 ありがとうございます。帰りにワセリンをお渡ししますので、傷の治りかけ痒くなってきたりとか、カサカサになってきたりするので、そういった時に使っていただけたらと思います。いつもこう剃られてるっていうことなんですけれども、剃りたてでまた次回来ていただくとちょっとかぶれちゃったりとかする可能性があるので、できたら 2,3 日ぐらい前だと結構伸びちゃいますかね。でも確かに僕昨日剃っちゃったんで、じゃあもうちょっと置いてからの方がいいってことですよね。2日前ぐらいに してきていただけるといいかなと思います。承知しました。今の長さに合わせてデザインをしていこうと思うんですが、大丈夫ですか？1週間に1回剃ってるんで、結構じゃあ頻繁に剃られてるんですね。そうですね。なんで後半、週の後半になるとだいぶこう濃くなってきちゃうんで、3日後とか4日後とかに合わせる方がいいのかなって気はしますけどね。かしこまりました。今日はこれぐらいに合わせますので、もし次回来ていただくときはこれぐらいの濃さに合わせたいなっていう長さに整えてきていただけたらと思います。はい、わかりました。はい、お願いします。あとは一部その剃られてるっていうことなので、今日入れて頭に傷ができてる状態なので、直近で剃られたりするとちょっとかぶれますので、できたら1週間伸ばすってなるとお辛いですか？あ、大丈夫です、よかったです。ちょっとだけ開けてバリカン当ててみてください。全然、お願いします。今自毛に合わせてもう濃くしちゃっても全然自然かなとは思うんですけれども、そうですね、ここが多分エンドだと思うん で、 そ, うですよ、ね、それに合わせる感じ、ただここ直線にしちゃうと、怪しさ満点なんで、ちょうど一応前はこうぼかしていくと綺麗に履いたりはするんですけど、びっちり入れちゃうとヘルメットみたいになっちゃうの で、 そ, うで、その辺ちょっと見させていただきますね。結構皆さん前が埋まってくるとだんだん全部を濃くしていきたいなっていう方が多くて、欲望が出ちゃうんですね。出ちゃうんです。でなんかだんだん皆さん前にって言われられる方が多いんですけど、そこまでじゃなくていいかな。欲望は持たないです。かしこまりました、一応横と馴染ませていきますね。はい、はい。
顎から鼻、鼻から眉、眉からおでこが同じ長さだといいバランスと言われております。なるほど。どっちかというと、ま、あのこの辺に生えてるので、ま、合わすと結構額が広い人になっちゃうの で、ね、はい、ここに合わせちゃって全然いいかなと思います、うん、で横の方は入れないんですけれども、印だけ入れさせてもらいますね。耳毛が入っているとこだけ印を入れます。生えられてるのがこの辺ですね、うん、例えば角はこの丸くしたいとか尖らせたいとかありますか？角ってのは、はい、この、はい、M 字の方ですね。で M 字も生えてる位置が違うので、うん、どっちかに合わすようにはなるんですけど、こっちの方が生えてます。ですよね、はい、こっちに合わせちゃいましょうか。見えないんだけど、そうですね、はいはい、一回つけてみますね、うん、まだあの完成じゃないので、例えばでつけさせてもらいます。こちらだけ書かせてもらったんですけど、耳毛に合わせるとこういったラインになりますが、大丈夫です、うん、でここをカクッとしたいって方もいれば、丸くしたいっていう方もいらっしゃいます。カクンだとなんかおかしい気がする。あの、はい、昔のやんちゃな方みたいなイメージになることもあります。好きな方もいらっしゃるんですけどね。まるで大丈夫ですか、うん、でこのカーブもあのきつければ後でもうちょっと緩やかにできるので、一回耳毛に合わせてみますね。あとでこの辺はぼかすので、こんなくっきり入ることはないのでご安心ください。はい。例えばなんですけれども、このラインで合わせた場合ですね、もっとこうすることもできます。でもあんまり下ろすの嫌だって言われてたので、うん、なんか下ろさない方がいい気がするんですけど、うん、どうですか？私もそう思います、うん、自然な感じがいいかなってやっぱり、そうですよね、思いますね。スタート位置はこちらでよろしいですか？一応耳毛があるので、もっとあの中もいけるんですけど、そうするとやっぱりちょこちょこ出てきちゃうので、うん、そこで今の場所でいいんじゃないかなと。かしこまりました、うん、一回体を起こしますね。はい、どうでしょう、もうちょっと反り込みたいはやめた方がいいと思います。反り込まない方がいいかなっていう。ただ後から奥にしたいはできないんですけど、うんうん、奥にしたいことはないと思うので、ですよね、はい、一回入れていただいて、ここからちょっとまた出すってことはいつでもできます、うん、一応この耳毛に合わせて一回行ってみましょうか。そうですね、これでいいと思います。かしこまりました。で後ろの方はこのつむじの部分ですね、はい、この辺りまで行ってつなげていきます。そうですね、はい、耳毛が今このこめかみからもみあげと、あと頭頂部もこう入られてます。で今 M 字のあたりが少し薄いなっていうのと、頭頂部も少し隙間があるので、この密度が濃い横の部分に合わせて今日は入れていこうと思います。まずデザインを決めてくところで、まあ、ちゃんと顔の黄金比だったりとか、そこら辺の、まあ、ちゃんとですね、あのルールだったりとか決まりみたいなのがあって、安心してデザインを任せることができたのかなと思ってます。すごく信頼して、まあ、任しちゃっていいのかなっていう気分ですね、はい、前のラインどうでしょうか。あ、すごいすごい生えてる。よかったです。髪が生えてる。そんなバカな。すごい。